男女比も2対8と必然的に産休に復帰に入られる方がやっぱり多くて、ただ復旧から復帰するという課題がありまして、改善していかなきゃいけない、どうしてもね、そういうのがありますと退職しなきゃいけないとか、正社員からパートにならなきゃいけない、そんなこともありましたので、男女ともにね、長く働いていただきたいなという会社を作っていかなきゃいけないなというふうに考えたわけなんですよね。介護現場は一通り業務っていうのは皆さんができるように育成していますので、時期が分かる産育休であれば、その間だけでもみんなで頑張ろうよっていう感じに、運転業務とかは外したり、お風呂の業務とかもそういうのもこう外して、安全なところを妊婦さんになってもらって、他の人たちはみんなでこう手分けをしていく、配慮しようっていう風に動いてくれるようになってます。ちょっと年配の方たちは、私たちの頃はそんなのっていうような、そういう意見もあって理解されないっていうことは正直あります。男性社員が育休を1ヶ月取るっていうのが現場の方でやってくれるんですけども、こういう時代だからこそ当たり前だよなって考えも変えていかなきゃいけないっていうのを、もう皆さんに一生懸命刷り込んで、周りの人の理解はもう十分にできてるかなと思って、開けた後に例えば残業ができないよ、夜勤ができないよとか、制限のある社員が負担になっていくので、ちょっと報酬をその分下げさせてもらうんですけども、気持ちよく働けるような制度にちょっとさせてもらって、みんなの理解もしやすくなったっていうのをやりました。1回目の産休育休取った時は申し訳ないなと思うのが多かったんですけど、みたいな空気はなかったので、負い目なくというか、復帰する時もそんなに不安を感じることなく、休みをしっかりいただいたというので、育休明けはしっかり働きたいというような意欲はありましたし、妊娠期間中こうできないこととかもやっぱりあったので、そういうことも挑戦したいなというふうに思って復帰できました。平成27年に障害者雇用で離脱になりまして、しっかり取り組まなきゃいけないなとも思いましたし、障害者のと言われ方が地域でしっかり働いていただいて、そういう方をこう戦力にしていきたい、でそういう気持ちもやっぱりあったもんですから、障害者雇用に取り組みたいなというふうに考えたんですよ。障害者の方と一緒に働くということがすぐ理解できなかったので、障害者就労支援の力を借りて、障害者の方の特性ですとか教えていただく研修の機会を設けて、社員の方に理解していただいたんですよ。雇用率を上げるために無理やり雇用をして、大失敗を何人かしてしまったことで、これじゃいけないなということで、現場の人がこの人を育てたいって思ってくれた人を選んでもらうようにしました。必ず実習というのをやらせてもらってます。トレーニング期間というのを設けてもらえるんですね。その制度を活用させてもらって、清掃がメインになってしまうんですけども、シーツ交換とかできることを増やしていってもらう、その1ヶ月とか3ヶ月の間で結構成長する人は成長するんですね。やれることを増やしていってもらうということをやってます。やっぱりいろんな方個性があると思いますので、育成方法をしっかりと考えて業務を行ってもらうのが一番いいのかなと思いますし、紙に起こしてスケジュールをしっかりと立てて業務内容を記載する、業務するところに張り出してそれを見ながら業務を行う、そうしたことによって業務改善にもなりますし、スケジュールもしっかりと組めて業務を行えてますので、そのやり方はすごくいいのかなと思います。